ディズニーランドでしか食べれなかったものがなんと家で食べれるようになったんですよ。嬉しいってことで早速買ったんですけど、ディズニー好きの友達にあげたいぐらい。うん、確かに。しかも結構入ってる。チュロスが4本5袋入り、ってことは20本。これが一番食べたい。できるの。リトルグリーンマン、これが24個入ってる。すごい。絶対私食べる。カスタード味とストロベリー味、チョコクランチ味。バイバイ。みんな柔術の練習があるので、ちょっと私だけですが、あとはこれがね、おにぎりサンドって言って、照り焼きチキン味なんだけど5食分入ってます。ミッキー型のおにぎりとか超可愛いんですけど、うちの大好物、パパの大好物も買えたから。なんだと思う？あれ、チョコクランチ。開けてみて。でん、でん、やってた。すごい。じゃーん、こんな感じで入ってました。しっかりさ、一個一個梱包されてんの。でれん、これはパパの大好物で、ディズニー行きゃまずこれをね、買いに行くんですよ。家で食べれるのは嬉しいね。すごい。あ、一袋に一つに4本も入ってる。こんな感じだ。こんな感じです。シナモンパウダー。袋もいちいち可愛い。袋から出してチュロスを調理します。こんがりきつね色になれば焼き上がりの目安です。オーブントースターだと1000ワットで5分から7分、オーブンだと220度で6分から8分。おにぎりサンドイッチ開けます。ここにテープがあるから、ちょっとこれ取ってあげる。ゴーゴー。 おーすごい、いっぱい入ってるよ。おにぎりサンドイッチこんな感じです。これにご飯が入ってて、別でこの挟むやつが入ってるから、これを挟んで食べるみたい。こんな感じです。リトルグリーンマン開封。3これはサンドイッチ用の挟む紙で、これがチュロスの入れ物。すごいよね、これも入ってました。で、リトルグリーンマンの食べ方が、冷蔵庫で解凍する場合は冷蔵庫で解凍してお召し上がりください。解凍時間は3時間。自然解凍の場合はそのまま出して30分。あ、30分で食べれるって、いいね。てかもう取ってる間にちょっと溶けちゃいそうなので、急いでやっていかないと。で、このおにぎりサンドイッチの食べ方は、凍ったままのミッキーのおにぎりを袋を2センチほど開けて袋に入れたまま調理します。1枚あたり600ワットで1分40秒。その次に凍ったままの照り焼きチキンと小松菜ナムルの袋を2センチほど開けて袋に入れたまま2分15秒温める。おにぎりとチキンを挟んで完成。簡単だね。5分ぐらいで食べれるんだよ。5分でディズニーじゃん。もうこれわかるよ、ディズニーのやつ。あれ、踏めるぞ。そう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 。どこ？そう、パパいつも食べてるじゃん、これ。これをね、ネットで買えるようになったから買ったの。うんって感じだと思うけど、その動画を撮ってたんだ。こんにちは。こんにちは。何してるんですか？カード。カード、お店？うん。カード屋さん？うん。いらん。いらん。いらん。お、それ使うか？うん。おっとっと、大丈夫ですか？いらん。いる。なんかいるのあった。おお、いいのあったね。できたら呼んでもらっていい？うん。じゃあお願いしますね。うん。じゃあ
夜食べていこうと思います。今あっちでネネとキキとパパが柔術の練習してるので、ちょっと取りに行ってみようと思います。ほら、すぐベタってならない、諦めない、寝転がってる時間なんかないよ。よし、ほら早く起きて、まずこのピンチを抜けないと。そうです。おいおい、返した、ナイス。はい、ありがとうございました。本日の意気込みをお願いします。首を洗って待ってもらったので、首を決めちゃいます。はい、お、決まりました。お、ギロチン、カーン、技ですね。来た、ギロチンっていう技ですね。はい、キキ、解説お願いして、今どういう状況ですか。今はパパが一番安全な場所。おお、なるほど。今パパ優位。さあ、どうなっていくか。ネネがもう相手に背中を向けてくる。ああ、それもやばい状態。やばい。ああ、なるほど。お、抜けた。あ、ブローズ障害でないのは自分が入れようと思ったのに。これもできます。おお、すごい。すごいですね。今まで貯めてた袋でショップを開いてる。めっちゃ綺麗に袋取ってたね。ちょっと坊主の後頭部しか映んないんだけど。じゃあ、ねえ、近すぎるんですけど、いつもいつも。おすすめ抜きますよ。今日何ですか。今日はね、わさびです。わさび売ってんの、ディズニー屋さん。うん、何円ですか、わさび。20円。結構安いですね。うん、はい。はい、どうぞ。ブリブリって言う。ブリブリって出てくるの。塩むすびできたの。あんの。はい、69万。69万。持ってない、69万円も。チャリチャリ。強制的に支払いされた。うん、よだれは、よだれ垂らしたの、店員さん。違うよ。今よだれはって言ってたよね。何拭いてんの。よだれ垂らしてんじゃん。とんでもなく汚いキッチンからお送りいたします。おお、いい匂い。え、もう焼けた。焼けた。食べたい。あー、幸せな匂いがする。お腹減ってきた。お砂糖いる。砂糖つける。この匂いだよ。あ、いらない。いらない。だよね。こんな感じ。かわいい。やばい。あ、ちょっと、なんで。カメラ動かすな。ねえ。痛めたおじさん登場。どこ痛いの？背中？うん、すごい。ねえ。やめて。やめて。熱いですね。味はどうですかね。美味しいです。美味しいですか。肉の味します。え、肉の味がする。うん、はい。ふぅふぅ、めっちゃ可愛いよね。ポートレートしよう。おしゃれ。この上にこの具材を乗っけて挟んで完成。あの、焼きおにぎりっぽい匂い。あの、レンチンの焼きおにぎりの匂いに似てる。チュロス、マン、肉。マンがマジでめちゃくちゃ可愛い。ハンバーガー出そうか。ディズニー行ったって一切働き家で。じゃあ背景だけさ、なんか変えてディズニー行ったって働きで乗せるから。あ、そういうこともできちゃうね。働きで。あ、そんなせこいことしないから。はーいちゃん、マーカルビ乗ったことあるよね。カルビ。カリブ。うん、カリブ。カルビ乗ったの。うん、カルビ。どう乗ったの。行きます。チョコクランチだってよ。え、
美味しい。チョコクランチ食べる。いや、お弁当の時間だぜ。ちょっと食べてみて。カスタードが一番うまい。なんかイチゴうまそう。イチゴは苦手だった。セカちゃんもの。こういう系のイチゴ。イチゴ系のイチゴ。おいしい。あ、ねね、チュロスはどうだった？うまかったよ、めっちゃ。チュロスは美味しかった。足そっかいだ。あ、最悪。ゴロンしちゃった。マン食べまーす。うん。いちご美味しいんだけど。なんかいちごの生クリームって感じだね。いやだ、私それ苦手。うん、だから宿題を1ページもしてないのに、うん、甘いものが欲しくなっちゃった。さあ、問題です。この子は何味でしょうか？カスタード。見た目上で分かんない。ねえねえ、何やってるの？正解は、いちごはもう食べたから、カスタードかチョコ。パン！意味分かんない。カスタード。じゃあ、いきます。チョコクランチうまっ。うまい？うん。食べれない餅。食べたかった。ごめんね。めっちゃ美味しそうに食べてる。かわいい。かわいい。嘘だった、噛むね。噛むね。噛むね。パンツ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。なんと今日ディズニーストアっていうネットでこれ買ったの、ディズニーランドのご飯ね、ご飯っていうか。母ちゃん、はい、一歩。ディズニーランドのショップに売ってるグッズとかあるじゃん。あのボールペンとかさ、可愛いメモ帳とかさ、あれも全部ネットで買えるようになったの。カチューシャとか。服も。だからもうショップ行かなくてよくねっていう感じ。いや、そういうわけでもドライブできないじゃん。だからショップ見る時間を乗り物に当てられるじゃん。あ、そうしこさん。はい、ということで今日はディズニーパーティーでした。バイバイ。バイバイ。美味しくなかった。バイバイ。ディズニー楽しかったね。楽しかったね。バイバイしてないよ。なんか